ヘンダーソンインベストメントアーバンキリンユニコーンストアーズユニコーンストアーズリミテッド株式会社は香港で総合 GMS を運営しているヘンダーソンインベストメントリミテッド系列のアーバンキリンリミテッド参加の企業以前はニー CO リミテッドとしてユニーファミリーマートホールディングスの海外関係会社として香港に本社を置いていたが2018年5月を もって、グループから離脱した。当初は、ユニー発の直轄海外事業として企業。日系スーパーとして、現地在住法人はもとより、日本食材を充実させていることで、香港人にも馴染みが深い。日本食材の充実度から香港では一番日本らしい、スーパーマーケットとも言われる。2010年6月、23年ぶりに新店をオープン、させた。また当時は、 数年内に4号店の出店を計画していた。2018年5月、ユニーファミリーマートホールディングスは、香港の不動産開発大手、常元商業地産系の投資ファンド、アーバンキリンリミテッドに同月末をもって売却したことを発表した。香港1号店。2007年5月2日に、2位生活倉庫をアピタへ改装及び解消。2位生活倉庫。 ダクトミヒロシ上店2010年2月末に撤退した吉行とダクトミ店の後継として別棟に同年6月1日プレオープン。同月5日グランドオープン。当初アピタで開店予定だったが変更し2007年まで使用して現地で認知されている店舗ブランドユニー生活倉庫を再活用。香港進出後23年目の2号店出店である。 常元町業系百貨店、染色シティストア1号店として、開業した都市型ショッピングセンター、元明染色機の地下1階を賃借。ピアゴ特福店以来、10年ぶりのスーパーマーケット新規出店となる。食料品を主体とし、日用雑貨も扱う。売り場面積は約1672平方メートル。2020年6月11日プレオープン。 同月20日グランドオープン。ピアゴ特服広市場店過去に存在した店舗、ピアゴブランド初の海外店舗として、ショッピングセンター特服広市場、英名通称、テルフォードプラザに出店。3号店。なお、開店直前の同月17日にプレオープンしている。その他、ひ gms として、日本製の日用雑貨、生活雑貨、 ドライ加工食品を主体にした12本コンドルキニーツショップの雑貨店私と生活をショッピングセンターのインショップとして2014年秋から2019年に至るまで計4店舗出店していた。ありがとうございます。